君って、好きなタイプっているのかしら？え？ちょっと気になっただけよ。それだけだってば。君を傷つける奴がいたら、こうしてやっつけてあげるわ。私の大切な弟子だもの。よければ君のお財布、私が管理してあげようか。え？取らないわよ！見損なわないで！この町に泥棒が現れたの？真面目に働いている人への冒涜じゃない！許せないわ。今日は特売セールの日。もちろん君も一緒に来てね。油断したら命に関わるわよ。それじゃあ、突撃！竹持ちしすぎちゃったから、バイトを手伝ってくれない？ほら、君なら頼りになるし。君のスケジュール管理、私がしてあげようか。24時間付きっきりで。もちろん、管理費はいただくけど。素材を稼ぐか、ルピを稼ぐか。どっちの戦略も練ってあるから、必要なら相談してね。今回用意した計画もバッチリよ。もし街の外に行くのなら、早めに出かけましょう。効率的な動きに大事なのは、観察する力よ。普段からちゃんと鍛えてる？よし、一撃必殺ね。討伐依頼達成。次。でよし、一撃必殺。でも、今の動き方には少し無駄があったわね。反省、反省。ん？あれ？ねえ、君。さっきからよく会うけど、君は賞金稼ぎ？それとも用心棒？どうやら同業者ではなさそうか。ところで君、名前は何て言うの？まあいいけど。ところで君、名前は何て言うの？そう。なるほどね。私の名前は美冬よ。以後お見知りおきを。メルクリウス財団に所属してる。報酬次第で何でもこなす傭兵よ。もしくは、どこででも時給で働く敏腕アルバイトよ。ところで、さっきの君の剣さばき、もたもたしてて見てられなかったわ。君は戦いに一番必要なものって何だと思う？ただ勝つだけじゃダメ。正解は、効率よ。近いけど、惜しいわね。正解は、効率よ。最短の動きで最高の効率を得る。それこそが私の目指す最強の傭兵。時は金なり、時間は待ってくれないの。つまり、のんびり敵を一匹倒して余韻に浸る暇があったら、もっと効率的に動いてもう一匹倒すわけ。ちょっと見ててくれる？実演してみせるから。敵を一撃で二匹倒すには、最初ドーンと言って、グイッと来て、こう！ざっとこんな感じよ。あ、待って。もっと効率的な倒し方を思いついたわ。もしかしたら、こう振りかぶった後に、こうやって、
こうしたら三撃目を当てることが。痛めてないわ。痛めてないってば。本当よ。でも君のあの攻撃、なかなか威力はあったように見えたわ。剣さばきはおぼつかないものの、きちんと鍛えれば結構な戦力になると思うのよ。そうだ、君、私の弟子になってみない？効率的な倒し方を手取り足取り教えてあげるわよ。いいえ礼には及ばないわ。これから定期的にこの平原で君をしごいてあげるからね。こうやってゴー！腰が。ところで共感料は大負けに負けて時給750ルピでいいわよ。ん？どうしたの？狐につままれたみたいな顔して。まだまだ腰が入ってないわ。違う違う、いい？ここをこうして狙いを定めて一点突破。そしてすぐ後ろに下がる。このヒットアンドアウェイが基本よ。そう、いい感じね。おい、誰か助けてくれ。あら、大きな声を出しながら町の人が走ってくるわ。何かしら。何があったの？それが、廃墟になった古城で子供たちが遊んでたら、魔物が突然襲ってきて子供たちが古城に取り残されてしまったんだ。あんたたち頼む。腕に覚えがあるなら子供たちを助け出してくれ。そう、助けたら何ルピ出してくれるの？わ、分かってるわよ。ちょっと行ってみただけ。分かったわ。私たちが助けに行くわ。無償で。敵は何体ぐらい？効率的に倒すから事前に教えてくれると助かるわ。本気で言ってるわけじゃないわよ。分かったわ。私たちが助けに行くわ。無償で。敵は何体ぐらい？効率的に倒すから事前に教えてくれると助かるわ。ふむふむ、なるほど。よし、古城に行くわよ。ここが古城ね。さあ君、早速実践よ。効率的に倒していってね。おりゃー、どけどけー。うりゃー、乗り込めー。子供たちは一体どこに？あ、あそこにいたわ。高窓の縁にしがみついて魔物から逃げてる。誰か助けて。魔物ももう大体一掃したかしら。君たち今助けるわ。よいしょっと。怖かったよ。強くて優しいお姉ちゃんたち、どうもありがとう。どういたしまして。たまにはこういうのもいいものね。ありがとうよ姉ちゃん。その謝礼は出せなかったけど、
せめてその服ぐらいはこっちで修繕させてくれ。服？ああ、ずいぶん派手に破れたわね。嫌になっちゃうわ、もう。でもまあ、しばらくはこれでいいか。今日この後、魔物討伐の依頼を受けてるから、そこでもまた破れる可能性があるなら、このままでいる方が効率的じゃない？え？これで隠せって？女の子がそんな格好してちゃダメか。そういえばそうだったわね。女の子という概念が自分にあったこと、すっかり忘れてたわ。マントを貸してくれるって？女の子がそんな格好してちゃダメか。そういえばそうだったわね。女の子という概念が自分にあったこと、すっかり忘れてたわ。ありがとうね、君。これで修理完了ね。おう、手伝ってくれてありがとな、姉ちゃん。いいえ。それじゃあバイト料10,000ルピー。うん、確かに前通り。じゃあ、でーい。ふう、収穫完了ね。はい、バイト料2,000ルピー。毎度あり。じゃあ、あら、君、奇遇ね。この格好？新薬開発の治験のバイトを受けてる状態で、新聞配達をしながらおしゃれな剣にタンポポの飾りをつけるバイトをしているのよ。でも、さすがにちょっと疲れて。ありがとう。どうしたのかしら、急に体がふらついて。え、すごい熱だ、ですって？疲労が溜まりすぎたのかしら。どうしよう、まだこなさなきゃいけないノルマがこんなにあるのに。え？君が？あら、新聞配達かい。どうもありがとうね。お、タンポポつけ終わってるじゃねえか。新品の剣にタンポポが乗ってると乗ってないじゃおしゃれ度が大違いだ。ありがとうな。どうしたんですか？私の手を引いて。え、治験の患者が倒れたから直接来てほしい。わかりました、今行きます。ありがとう。助かったわ、君に助けられるなんて。師匠失格かな。ありがとう。ねえ、熱があるからこんなこと言うのかもしれないけど、熱が下がったらまた君の師匠としてビシビシ鍛えるから。今だけは、こないだ言ってくれたあれ、本気にしてもいい？
今だけ。自分のこと、一人の女の子だと思って。君に甘えてもいい？今日はおかゆ、食べたいな。それじゃ、今日も鍛錬行くわよ。私の攻撃を受けてみなさい。やるわね。刃の交差したところから火花が散っているわ。あれ、火花じゃない。全然消えないわ、この光。しかもだんだん大きくなって。まだ追ってくるかしら。君、ちょっと黙って、口を塞ぐわよ。そうだ、この背中を使えば。君、ちょっと背中に隠れさせてもらうわよ。来たわ。なんとかやり過ごせたみたいね。え？今の女性の大群は何があったのかって？それがね、私バイト先で女性の労働環境向上を訴えていたり、賃金向上のために尽くしてたら、いつの間にかあんな風に女の子たちに慕われるようになってて、明日バイト先でダンスパーティーがあるんだけど、それに私をパートナーにしたいっていう申し込みが殺到して、あんなことになってるのよ。え？男性となんて話したことないわよ、君以外とは。って、ちょっとかわいそうなものを見る目で見ないでよ。あの子たちが戻ってきたわ。今度はそこの路地裏に入ってやり過ごすわよ。一緒に入って、君。勢いで入ってみたものの、この路地裏狭いわね。仕方ないじゃない、成り行きでなんだか入っちゃったんだから。あ、まだ頭が出てる。もっとくっつかないと隠れられないわよ。まだ若干はみ出てるかしら。もっと効率的に隠れるには、この腕をこうやって頭に回すように。ちょっとなんだか体が熱いわよ。でもまだ効率的じゃないわね。もっと効率的に隠れるには、君の頭を、その私の太ももと太ももの間に入れれば。分かったわ。そのまま頭を下げて、私の太ももと太ももの間に。やっぱりダメ！私からのプレゼント、いい夢見られた？今のはね、
あんたと美冬の記憶のかけらをもとに私が作った夢なのよ。それにしてもずいぶん役得だったわね。まあいいけど、あんたがもっと記憶のかけらを集めたらまた夢を見せてあげるわ。たくさんの女の子との夢を見ること、それが世界の真実にたどり着くことになるの。頑張ってね。それじゃまたね。あれ、今のは夢？君も同じ夢を見てたの？不思議なこともあるものね。それにしても非効率的なことをしてしまったわ。でも君があんなところに頭を入れようとするから、いくらなんでもそれは。あ、もうこんな時間、バイトに行かなくちゃ。それじゃあまたね。よく来てくれたわね。今日は戦場に行くわよ。もちろん君も一緒に来てくれるわよね。特売セールという名の戦場よ。実は今日商店でカップル限定の特売セールが実施されるのよ。だからね、今日だけ私とカップルのふりをしてお願い。さすが、それでこそ私の弟子。じゃあ行くわよ。今日はご来店いただき誠にありがとうございます。ここでカップルでご来店いただいた方にセール以外の耳寄りな情報です。本日優勝者にとんでもないお宝が商品として贈呈されるカップル限定のゲームを実施いたします。参加料はかかりますが、ふるってご参加ください。なんですって、とんでもないお宝。参加料を払ってもきっとリターンがあるに違いないわ。もちろん参加よ。いいでしょ。よし来た。はい、私たちも参加します。受け付けました。それでは始めます。カップル限定企画、2人の絆が試されるカップルあちあち度チェック。本日参加者の皆さんには全部で3つの試練に耐えていただきます。まずは最初の試練、この日のために従業員の反対を押し切って店長が店を改造して作った丸×ドロンコクイズ。クイズを聞いて正解だと思う方の扉へ走っていってください。正解なら次の試練へ、間違っていたら泥まみれになります。問題、この商店で売っているバトルアックスの定価は1000ルピである。丸かバツか。そうよ、ダッシュ。丸バツクイズだって。どうしよっか、みっちゃん。いいえ、いいからついてきて。丸バツクイズだって。どうしよっか、みっちゃん。よしくんの好きな方でいい。でもさ、俺が本当に飛び込みたいのはみっちゃんの胸の中だもん。いやーよしくんのエッチ。どいたどいた。おっと、青い髪の女性カップル、バカップルを跳ね飛ばしてすごい勢いで駆け込んだ。そう、正解は丸。商品の売り値なら私の一番の得意分野だもの。毎日チェックを欠かしたことはないわ。
さあ今のクイズで参加者も半分になったぞ。次は第2の試練、ぐるぐる迷路だ。これまた店長が無理を通して店を改造して作った大迷路。最初にゴールした一組が最後の試練の挑戦権ゲットだ。それじゃあよーいスタート。出だしから右と左に道が分岐してるわね。効率を考えると出だしから間違えたくはないわ。そうね。いや待って、見つけたわ、最大効率。いやーさっきは青い髪の子に邪魔されちゃったけど、迷路なら二人きりになれるからいいね、みっちゃん。いいえ、私の勘によると真の道は。いやーさっきは青い髪の子に邪魔されちゃったけど、迷路なら二人きりになれるからいいね、みっちゃん。なるほど、よしくん頭いい。いっそ二人で迷い込んじゃう、愛のラビリンスに。いやーよしくんいやらしい。邪魔よ邪魔。うわー、さっきの青い髪の子が壁を突き破って直進してきた。出口のありそうな方向に向かって直進が最大効率よ。うおー、反則気味の技を使って一気にゴール。でもありです。最後の試練の挑戦権獲得は青い髪の子、君たちカップルだ。当然よ。さあとんでもないお宝商品もらうわよ。最後に挑戦していただくのは、手を取ってどれが本物の彼氏か当てるゲームです。彼氏さんは箱に入ってそこから手だけを出します。同じようにうちのスタッフが出している5本の手から無事に彼氏さんの手を選んで握れたら優勝です。ボックスセットラーン。目の前に手の突き出た箱が5つ、この中の1つだけが君の手。そっか、思えば君の手なんて握ったことなかったわね。さあ悩んでいる女の子、動きが止まった。実は彼氏の手など握ったことがなかったのか、そこに愛などなかったのか、万事休すか。ねえ君、見つけたわよ、答えはこの手。これが私の大切な彼よ。大正解、優勝は青い髪の女の子カップル。君どうしてわかったのか、不思議そうな顔してるわね。その手よ、気づいてしまったの。君の手、傷だらけになってた。きっと私といつも鍛錬していた時についたものでしょ。私がつけさせてしまったのね、その傷。ごめんなさい。これからはもう少し弟子のことをちゃんと見てあげようかなって思ったわ。おっと、お二人さん見つめ合っていい感じですね。さあそれはともかく、とんでもないお宝商品の発表です。待ってたわ。さあ何かしら。商品はこちらです。何これ、安物の赤ん坊用ベッド。いやこれは安物ですが、もしお二人にお子さんができたらとんでもないお宝になるでしょう。だから早くお子さんを作ってくださいっていう、そういう粋でいなせな商品ですよ。まあカップル大会ならこういうのもいいでしょう。こんな
こんなもののために参加料を。あれ、お客さんどうしました？こら、こんな商品にするなら参加料返せ。責任者出てこい。責任者は外出中です。ねえ君、新しい傭兵契約を取ってきたわ。この紙を見て。花屋へ馬車で輸送される花を護衛してほしいという依頼よ。なんだかすごく報酬が高額だったの。当然弟子の君にも手伝ってもらうからね。え、契約書に不自然な条文がある？何何？商品を守れなかった場合は護衛人は自分の身をもって弁償するものとする。拒否することはできないですって。まあ確かに気にはなるけど心配いらないわ。私たちは長年の鍛錬もあって十分強くなったわ。ちょっとやそっとの賊には負けやしないわよ。なかなか馬車の上での旅ってのも優雅でいいわね。わかってるわよ。仕事仕事だ。向こうから何かが近づいてくるわよ。何かしら。おー、俺たちは怖い怖い宿だ。その花奪っちゃうぞ。怪しいところなんてないぞ。長年傭兵を続けてきた私たちが負けやしないわよ。てーい。がっ、やられた。負けた。おい、怪我しないうちにいずらかれ。危険手当なんか出ないぞ。不甲斐ない連中ね。ろくに手合わせもしないまま帰っていったわ。いいえ、強くなりすぎてしまったのよ私たち。君も心配しすぎだったみたいね。あ、あそこに目的地の花屋さんが見えてきたわよ。あれ、花屋というにはやけに屈強な男性たちが並んでるわね。まあいいか。花屋さんたち、無事に野党は撃退して花を守ったわよ。どうかな。おい、荷台を確かめろ。ああ、親分、じゃない、店長、荷台が空っぽになってます。なーっと、なんてこっつ。はい、そこの兄ちゃん、馬車の眺めを見やがれ。空っぽになってるじゃねえか。そんなはずはないわ。ちゃんと野党は全部撃退したのに。いや、お前らが目を離した隙に盗まれたに違いねえ。でも信じられない。私はちゃんと守ったはずなのに。だんだん声が小さくなってるじゃねえか。それじゃあ契約書通り、もうお前を煮るなり焼くなり俺たちの自由だ。上物の姉ちゃんだな。奴隷として高値で売り飛ばしてやるぜ。何しろ契約書にそう書いてあるからな。仕方ないわ。ごめんね。君を弟子として指導することはもうできそうにないわ。ってどうしたの君。馬車の御車を
チラチラ気にして。やべ、見つかった。待ってくれ。手荒なことはやめてくれよ。全部話すからな。あ、ちょっと待ちなさい、そこの御所。待ってくれ。手荒なことはやめてくれよ。全部話すからな。あ、俺はそいつらに雇われてただけなんだ。そいつらは花屋なんかじゃなくて盗賊なんで、この馬車も最初から荷物なんて積んでねえんだ。バカ、ベラベラと白状しやがって。クソ、逃げろ。花屋じゃなくて盗賊団。待てー、でぃ。君の言う通り、危ない任務だったみたいね。で、怒ってるの？そうね、心配かけてごめんなさい。あと少しでもう君を指導できなくなるところだったものね。師匠として失格。え？そういうことじゃない？純粋に私の身を心配してくれたの？私、その、あんまりこういうの慣れてなくて、今まで自分しか自分の心配をしてくれる人がいなかったから。ありがとう。これからはもっと君の言うことに耳を傾けるわね。で、なんだか私ずいぶん変わったみたいね。なんていうか、その、なんでか頬が熱いわ。なんでかしら。よく来てくれたわね。こないだからずっと考えていたんだけど、今日は君に勝負を挑むわ。わからないけど、最近私変なのよ。君がそばにいると平常心でいられなくなったの。いいところを見せようと無理しちゃうようになったし、かと思いきや甘えたり頼りにしたくなっちゃう時もあるし、とにかく理由もなく君とただ一緒にいたいなんて、こんな気持ち初めてで全然効率的じゃないわ。だから君を打ち倒して本来の私に戻るわ。行くわよ。受け止めた。なら、これはどうかしら。また返した。腕を上げたわね。嬉しいわ。でーい。もう今日はおしまいにしましょう。腕を上げたわね、君。決着はつかなかった。勝負は持ち越し。師弟関係も、とりあえずは継続ってことで。ありがとうね。ねえ、少しだけ、自分語りに付き合ってもらってもいい？私、今までね、男性とも女性ともあまり仲良くなってこなかったわ。
ギルドメンバーとも仲は悪くないけど、半分くらいは仕事ってこともあるし、それもこれも効率を考えると傭兵は孤独でないといけない。守るものができちゃったら弱くなる、そう勝手に思っていたのね。ねえ、ちょっとだけそっちに寄ってもいい？寝転んだままでいいから。ここに一枚の布切れがあります。これなんだと思う？そう見える？これはね、いつだったか魔物との戦いで私の服が破れた時に、体を隠せって君にもらったマント。もうボロボロになっちゃったこんな布切れをまだ持ってるなんて、全然効率的じゃないけど、なんだか手放せないの。変かな。ありがとうねえ君。もしこの先君が本当に私に勝ったとして、師弟関係じゃなくなったら、君は確かにそうだけど、これはね、いつだったか魔物との戦いで私の服が破れた時に、体を隠せって君にもらったマント。もうボロボロになっちゃったこんな布切れをまだ持ってるなんて、全然効率的じゃないけど、なんだか手放せないの。変かな。そう言ってくれて私も嬉しいわねえ君。もしこの先君が本当に私に勝ったとして、師弟関係じゃなくなったら、君はそれでも私のそばにいてくれるのかな。ありがとうね君。よし、それじゃあ明日は依頼を受けてるダンジョン探索一緒に行きましょう。最短時間での完了を目指すわよ。私は朝からバイトよ。まだ配らなきゃいけない新聞がこんなに。あら、何かしら。新聞の隙間から光が。キャー！君、今日は来てくれてありがとう。楽しみね、いちご狩り。カップルで参加すると入場料半額なんてめったにないもの。いちご狩りは制限時間があるから効率的に行きましょう。持ち帰り分もあるわよ。限られた時間内で効率的にいちごを採取するにはどうしたらいいのかしら。ただ大きければいいというわけではなさそうね。糖度、色、艶を総合的に判断して、いちごの質というものを洗い出す必要があるわ。君もそっちからいちごの質を判断して持ち帰り用パックに詰めていって。頑張って、君ならきっとできるわ。それにしてもこのパックやけに小さいわね。そうだわ、脇の下とか胸の谷間にいちごを詰めて持ち帰るのはどうかしら。君もパンツの中とか入れられない？まあさすがにルール違反が過ぎるか。まあいいわ、バッグに入る分だけで。
弟や妹たちの分まで持って帰りたいのよ。うち食べ盛りがいっぱいいるんだもの。そもそも私がバイト三昧したり倹約生活したりしてるのは家族に楽をさせてあげたいからなの。うん、そう、今のを打ち明けたのは君が最初よ。他の人には言わないでね。え？君も何か協力できることがあれば協力するって？ありがとう。それならいっそ君もうちの家族になってみる？我が家の大黒柱として。冗談よ。さ、イチゴももうこれ以上取り切れないわね。はい、口を開けて。あーん、おいしい。よかった。どうだった？私からのプレゼント、いい夢見られた？以前のあんたと美冬の記憶をもとに作った夢なんだけど、今のあんたはこんな行動をとるのね。それにしてもイチゴ狩り羨ましいわ。私も行きたかったわ、なんてね。それじゃまたね。今のは夢？え、君も同じ夢を見てたんだ。知られちゃったわね。私が頑張って稼いでるの、弟や妹たちのためってこと。また君に私の新たな一面を知られちゃったわ。別に嫌じゃないけど。っていうか、新聞配達遅れちゃう。じゃね。え、君も手伝ってくれるの？よし、じゃあ効率的にジョギングしながら新聞配達で体力作りよ。ついてきなさい。私の戦術で助けてあげるわ。お給金の分はしっかり働くから。バイトは常に募集中よ。割のいいお仕事があったらいつでも教えに来てね。私が君の力になってあげる。お給料の相談はまた後でね。普段なら弟子は取らないんだけど、君には光るものを感じたわ。私の持ってる技術をどんどん叩き込んであげる。女の子扱いしてもらえるのなんてすごい久しぶり。ちょっと照れくさいけど、こういうのもなかなか悪くないわね。倒れて弟子に助けられるなんて、師匠としては失格ね。恥ずかしいところを見せちゃったな。これからは気をつけないと。でも、あの時の君、とても頼もしかったわ。また甘えたくなっちゃうくらい。まあ、それこそ師匠としてどうかと思うけど。
それでも、また私が弱った時には頼ってもいい？やっぱりいざという時に支えてくれる人がいるとすごく安心できるから。弱ったところも何度か見せてきたけど、あくまでも私は君の師匠よ。これからもビシビシ鍛えるから。またカップル限定のイベントがあるけど、何度もカップルのふりさせるのは悪いし、いつかまたちゃんとした機会があった時にね。なんだか最近あまり師匠らしくできてないような。君、私に優しくしすぎじゃない？まあ嫌ではないんだけどね。最近ずっとモヤモヤしてたんだけど、久々にすがすがしい気分。君が気づかせてくれたおかげかな。私はいつまでも君の師匠でいるつもりだったけど、この関係が変わらず続いていくなんて夢見すぎよね。私らしくもない。でも君との師弟関係がなくなっても残るものはある。それが分かっただけでも、とりあえず今は満足かな。これで戦闘時間を短縮するわよ。風邪をひいたら効率が落ちちゃうから温めないと。配達の後に売り子、次に採取のバイト。うん、効率的ね。日々絶えず学んで生活に生かすのよ。次の特売セールに向けてしっかり準備しないと。はあ、バイトで疲れたから癒される。これを内職で作ったら儲かるかしら。内職手伝える人いないかしら。戦闘準備完了。さあ稼ぐわよ。止まりなさい。もう一踏ん張り。食らいなさい。えい、止まりなさい。手早く次。止まりなさい。さあ
行くわよ。これでとどめよ。スプラッシュライブ、もうひと踏ん張り、ラスト決めるよ。元気をお届け。さあ行くわよ。これでとどめよ。スプラッシュライブ、お見事でございます。キラキラをあげる。ここが勝負どころにゃ。引っかき回してやるにゃ。行くわよ。お見事でございます。準備完了よ。聖なる盾よ。お見事でございます。夏の風は心地よいです。オーシャンヒール、海の恵みです。頑張れそう。お役に立ちます。元気をお届け。猫の手も貸してあげるにゃ。いや、くらいなさい。もう大丈夫。もうちょ、お待たせ。ショータイム、リズム上げるよ。感謝いたします。行くよ。さあ行くわよ。これでとどめよ。スプラッシュライブ、あなたに力を。お見事でございます。お役に立ちます。猫の手も貸してあげるにゃ。それ、お役に立ちます。お役に立ちます。このキラキラをあげる。沈みなさい。あなたの力。さあ行くわよ。これでとどめよ。スプラッシュライブ、さすがだね。勝利を祝って乾杯。わあ早いよね。